はい、皆さんこんにちは、二度寝ゆうきです。今日はこちら、うちにあるダイソンの掃除機 V7 スリムだったと思います。2019年ぐらいにジャパネットのチャレンジで買わせれたんですけど、とにかく安い日に買いました。かなりお買い得だったと思います。でそれ以来うちでいつも活躍して、まあ、最近リビングの掃除は例のロボット掃除機のあの D-BOT くんがね、 T8 あいつが活躍してくれてるので、それ以外のところをやるっていう感じになり、まあ、こんな感じで細いところ掃除アタッチメントとかをつけて、まあ、サブ的に使っているっていうのが今の状況です。まあ、とはいえ階段やったりとかね、その子のお仕事もいっぱいありますが、このダイソンが動かなくなりました。でどういうことかというと、まあ、トリガーを引きますよね。トリガーを引くとここの赤いランプ、ここですかね、が点滅するようになっちゃったんですよ。で充電してもうまくいかないということで、まあ数えてみてはいないんですけども、おそらく状況としては32回点滅してバッテリー異常という、まあ、ダイソンの掃除機でよくある状態に陥ったものかと思われます。でこの状態になった時にはコールセンターに電話してくださいっていうふうに説明書には書いてあります。で実際説明すると、新しいダイソンの掃除機を買うかバッテリーを交換するようにというふうに勧められるというふうに、調べたら出てきましたが、まあ我が家あるあるなんですけれども、なかなかね純正品高いということで、いわゆる中華ガジェットで代用するという、まあ、ライフハックを今回もやりたいと思います。まあ、動いてくれればね、御の字ということで、まあ、動けなければ丸損なんですけども、そこにかけてみたいと思います。で純正バッテリーが8000円ぐらいだったかと思うんですけど、この Amazon で買った純正じゃないバッテリーは確か4000円ちょいぐらいで買ったのかなと思います。ちょっと後で注文履歴見て値段書いておきます。でこちらのバッテリーなんですけれども、セット内容としてはこの V7 スリム用なので、こちらですね、なんか V7 用だよみたいに書いたこのバッテリーがついているのと、それからなんとフィルターもついてまして、以前ゲームチャンネルの方でフィルターを掃除する動画を上げたと思うんですけども、なんとフィルターもついてます。それからネジ、なんかこのネジのサイズが合わないとかレビューには書かれてましたが、もともとはついてるネジを使えば大丈夫だよということです。まあ、そして、まあ、なんとなく気持ちダイソンのデザインに似せた感のある洗練された説明書がついていますということです。でちょっと注意するところとしては、まあ、バッテリーって言っても普通のそのなんていうんですかね、単三電池を変えるみたいな風ではなくて、多少ドライバーを使ったりとちょっと手間がかかるようにはなっているみたいです。ただし純正のバッテリーを買ってもそれは結局やらなきゃいけないらしくて、まあ、そういう意味ではどのみち手間がかかるのであれば、今回、まあ、中国製バッテリーにかけてみようかなと思ったところになります。それではちょっとこの説明書を参考に、早速進めていきたいと思います。はい、でここのところを見ると、掃除機用バッテリーの説明書ということで書いてあります。で取り付ける方法としては、このクリア瓶、まあ、これかな、このいわゆるゴミ溜めるところの底を開いて、で底を開いたままなんかうまくやると外れて、でその後にドライバーを使ってバッテリーを外し、新しいのをつけて組み立てれば OK みたいな流れのようです。まあ、ということで、まあ、この子を開ける必要があって、まあ、ちょっと部屋が汚れそうなのでベランダでやろうかなと思います。はい、じゃあやっていきます。これ IKEA の椅子の端っこ、はい、で、まずこのクリア瓶の底を開きます。底を開くときはダイソンはここを開けます。なんか出てきた、若干ホコリが残っているようです。ちょっと外で捨てようか。はい、それではやっていきたいと思います。
はい、というわけで、ベランダで作業をしていましたが、見事、交換用バッテリーこちらですね、この交換用バッテリーを、この元々のバッテリーと入れ替えることができました。でトリガーをひねればバッチリ動きます。できちんとここにランプがつくんですけど、さっきまで赤かったところも正常な青色になってます。ということで、この先どれぐらいこの子無事に動いてくれるかちょっと分かりませんが、これでひとまず8000円のバッテリーではなくて半額の4000円で済ませることができました。早速ですね、これを使ってどんどん掃除をして、いい環境を作っていきたいと思います。それではご視聴いただきありがとうございました。普段は育児の内容を主に上げてますので、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。